共和制、ローマ。共和制ローマは、紀元前509年の王政打倒から、紀元前27年の訂正の開始までの期間の古代ローマを指す。この時期のローマは、イタリア中部の都市国家から、地中海世界の全域を支配する巨大国家にまで、飛躍的に成長した。訂正成立以後ではなく地中海にまたがる、領域国家へと発展して、以降を、ローマ国と呼ぶ場合もある。 また、1798年に樹立されたローマ、共和国、18世紀、1849年に樹立されたローマ共和国、19世紀と区別するために、古代ローマ共和国と呼ばれることもある。紀元前509年、第7代の王タルクイニューススペルブスを追放し、共和制を敷いた、ローマだが、問題は山積していた。まず、王に変わった。 失政官が元老院の移行で決められるようになったこと、またその非選挙権が40歳以上に限定されていたことから、若い市民を中心として、タルクイニウスを大いに服する王政復古の企みが起こった。これは失敗して、初代失政官、ルキウス・ユニウス・ブルトゥスは、彼自身の息子、ティトゥスを含む陰謀への参加者を処刑した。ラテン同盟諸都市やエトルリア諸都市との同盟は、 これらの都市とローマ王との同盟という形であったため、王の追放で当然に同盟は解消され、対立関係となった。追放されたタルクイニウス王と息子たちは王政復古の計画が失敗したことを知ると、同族のエトルリア諸都市から兵を借り、ローマを攻めた。市内に住んでいたエトルリア人は、ローマを去り、国力は低下した。一時期、戦王タルクイニウスは死を放したが、 ローマが敗戦を認めないため、攻め込んでも犠牲の多い割に得るものが少ない、考え去っていった。その後、ローマは、エトルリアから学んだ技術を独自に発展させるようになり、徐々に、それを吸収していった。紀元前4世紀、アルプス山脈の北方から、ケルト人が南下してきた。ケルト人は、ローマ人からは、ガリア人と呼ばれ、 鉄の剣とガエスムという投げ槍を装備し、倒した敵の首を切るという習慣があった。ガリア人には、重装不評によるファランクス戦法は通用せず、メディオラヌム、現在のミラノを根拠地として、紀元前390年にローマを襲撃して略奪を働いたアッリアの戦い。この事態は、ローマ将軍マルクス・フリウス・カミルスによって打開された。 相次ぐ戦争の中で戦争の主体となった重層不評の政治的発言力が強まり重層不評部隊を支えたプレブス平民が当時政治を独占していたパトリキ貴族に対して自分たちの政治参加を要求するに至ったいわゆる身分闘争の開始である貴族は徐々に平民に譲歩し平民の権利を擁護する五民間を設置し 十二標法で、監修法を明文化した。さらに、紀元前367年の、リキニウスセクスティウス法で、コンスルの一人を、プレブス、平民から選出することが定められ、紀元前287年のホルテンシウス法によって、トリブス民会の決定が、元老院の承認を得ずに、ローマの国法になることが定められた。これにより、身分闘争は、収束に向かった。 一方で、ローマはイタリア半島各地の都市を制圧していった。イタリア半島南部にはアッピア街道が建設され、南部遠征の遂行を助けることになった。この後も、ローマは各地に向かう交通網を整備し、広域にわたる支配を可能にしていった。紀元前272年、南イタリア、マグナグライキアにあった、ギリシアの植民主タレントムを陥落させ、 イタリア半島の統一を成し遂げた。イタリア半島の統一を果たしたローマは、西地中海の商業派遣をめぐって、紀元前264年よりカルタごとの100年以上の戦争へ突入したポエニ戦争。第一次ポエニ戦争でシチリアを獲得し、この地を最初の属州とした。紀元前218年より始まった第二次ポエニ戦争では、 カルタゴの将軍ハンニバルにカンナへの戦いで敗れるものの戦況を巻き返し、スキピオアフリカヌスの指揮下で再びカルタゴに勝利する。この際、カルタゴの場、現在のカルタヘナなど、イベリア半島南部におけるカルタゴの拠点を奪い、西地中海の征服を果たした。また、カルタゴに味方したマケドニアにも遠征を行い、イルュリアや赤アやギリシアを影響下に置いた。 この第二次ポエニ戦争でカルタゴは多大な打撃を被ったが、ローマ内部では、大加藤を中心に、対カルタゴ強硬派がカルタゴ殲滅を主張していた。紀元前149年により、第三次ポエニ戦争が行われ、紀元前146年にカルタゴは破壊された。第二次ポエニ戦争に勝利して、カルタゴの脅威が減少すると、イタリア半島外へ勢力を拡大させた。 イタリア半島の制圧までのローマは、戦時に同盟国に兵力と物資の提供を求め、敗戦国に賠償を犯したり、土地を奪って植民したりしたが、組織だった、徴税制度は設けなかった。しかし、第一次ポエニ戦争によって、シチリアとサルディニアを得ると、属州を設けて、納税義務を課し、総督を派遣した。俗州から運ばれる穀物は、 ローマ市の急激な人口増加を支えた。制度の上では、属州統治においてもローマは、都市の自治を尊重した。しかし一方で、派遣された総督は、ローマの支配を確保する以外の義務や束縛を持たなかったため、収奪のみを仕事とした。形式的には、被支配地域に対しては相当の自治を認め自由を重んじたが、実際は属州に対しては、 凄まじい集奪を行っており、属州になった地域の多くで数十年後には人口10分の1に減少するような事態が起こった。作取とは別に、従属した諸国と都市の有力者は、ローマの政治家に多額の付け届けを欠かさぬことを重要な政策とした。結果として、少数の有力政治家の収入と財産が国家財政に勝る重要性を持ち、 ローマの公共事業は有力政治家の支費に依存することになった。ローマ市民はこうした巨富の流出に預かる代わりに共和制ローマの政治家に欠かせない政治支持を与える形で有力者の被護下に入った。この被護する者をパトロヌス、パトロナス、被護される者をクリエンテス、クリインテスという。もっともこのパトロヌス・クリエンテスの関係はローマの最初期からの伝統であり、 低世紀まで長く続く。対極的に没落の運命をたどったのは、ローマ軍の中核を成していた自由農民であった。連年の出生によって農地から引き離され、また俗州より安価な穀物が流入したため次第に没落していく。この状況を打開するために、グラックス兄弟が平民の支持を得て土地分与の改革を実施しようとした。しかし、 紀元前133年に、兄ティベリウス、紀元前123年に、弟ガイウスが反対派によって命を落とし、改革は失敗に終わった。第三次ポエニ戦争の後も、対外征服戦争及び反ローマの反乱などにより、ローマの軍事活動は止むことがなかった。ヌマンティア戦争、ヨグルタ戦争、同盟士戦争、ミトリダティス戦争、 クイントスセルトリウスの三次の奴隷戦争など、また初めてゲルマン人がローマ領内へ侵入したのもこの時期であり、キンブリテウトに戦争、帝政ローマ期を通じローマを悩ませることとなった。こうした状況では優れた指揮能力を持つ者を執政官に選ぶ必要があった。その顕著な例が平民の兵士出身のガイウス・マリウスであった。 彼は長期にわたる征服戦争への動員で、没落した市民兵の代わりに、志願兵制を採用し大幅な軍政改革を実施した。この改革は、ローマの軍事的必要を満たし、かつ貧民を軍隊に吸収することでその対策ともなったが、同時に兵士が司令官の士兵となって、軍に対する統制が効かなくなる結果をもたらした。はじめに、軍の首領として、 ローマ政治に君臨したのは、マリウスとルキウス・コルネリウス・スルナであった。彼らの死後、一時的に、共和制が、平常に復帰したが、やがて次の世代の軍閥が登場した。ポンペウス、カエサル、クラッススの三人である。三人は、元老院への対抗から第一回三党政治を結成したが、クラッススの死後、残る二人の間で内戦が起きた。 地中海世界を二分する大戦争は、紀元前四十八年に、ポンペイウスが死んだ後もしばらく余波を残した。カエサルは、紀元前四十五年に終身独裁官となったが、王になる野心を疑われて、紀元前四十四年三月十五日に、共和主義者によって暗殺された。この後、カエサル派のオクタヴィアヌス、アントニウス、レピルスが第二回三等政治を行った。 カエサルの遺言状で相続人に指名されたオクタヴィアヌスは、紀元前31年、アクティウムの改戦でアントニウスに勝利し、紀元前27年に尊厳者アウグストゥス第一の市民プリンケプスの称号を得て、共和制の形式を残しながら、プリンキパトゥス事実の訂正が始まった。共和制下のローマの政治体制は、元老院、政務官、 民会の参者によって成り立っていたとする考えが一般的である。市民全体によって構成される民会は政務官、マジストレイトスを選出し、その政務官たちが実際の政務を行う。この政務官経験者たちによって構成された元老院は巨大な権威を持ち、その決議や助言に逆らうことは難しかった。政務官の選挙にも元老院の意向が一定反映され、 そうして選ばれた政務官たちによって元老院が構成されたことから両者は強く結びついた。最も重要な政務官は執政官でその命令権インペニウムは王の権力から受け継がれたものとも言われる。任期は1年で2名が選ばれた。執政官に欠員ができた時には補充選挙が行われるが新たな失政官の任期は前任者のものを引き継いだ。 元老院は、王政期から存在したとされ、その構成員は当初は、貴族、パトリキのみであった。後に、元老院議員の資格は、政務官経験者となり、平民、プレブスにも開かれ、構成になってそうした平民は、平民貴族と呼ばれた。ノビレスは、そうした平民貴族とパトリキの総称である。民会には、いくつかの形式があった。当初は、 クリアと呼ばれる単位によって行われるクリア民会が行われていた。やがて平成に基づくケントリアを単位とするケントリア民会が中となり、以後最も権威ある民会として機能し続けた。このほか、居住地であるトリブスを単位とするトリブス民会、平民会も行われるようになり、ケントリア民会にも一定トリブスが導入された。当初のパトリキの支配から、 ノビレスの支配に変わるまでに、ローマでは、パトリキとプレブスの身分闘争が行われたと言われている。戦術の変化などによって重要性が増しながらも、政治的発言権の小さかったプレブスの間では、パトリキに対する反発が蓄積していた。こうした仮想プレブスの不満を背景に、上層プレブスはパトリキから政治参加への妥協を勝ち取り、パトリキと一体化して、 ノビレスを構成するようになった。この過程で、紀元前494年に、プレブスの権利保護を目的に、五民館が作られ、ローマの政務官の一つとなった。五民館はプレブスのみが参加する、平民会で選出され、他の政務官の決定や決議を取り消す、権利、拒否権を持った。また、五民館の体は、不可侵とされた。 この他特徴的な政務官としては、非常時のみに選出される、独裁官が挙げられる。失政官2名の合議によって選出され、他の政務官と異なり、同僚性を取らず1人のみが任命される。他の政務官の任期が1年であるのに対し、独裁官の任期は6ヶ月と短く非常事態を打開した後任期途中で辞任することもあった。独裁官は、 他の政務官すべてに優越し、五民間の拒否権の対象ともならなかった。副官として、マギステイルエクイートム、騎兵長官が任命された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。